特別活動は、初等教育と中等教育の教育課程における、教科外活動、学科外活動の一領域のことである。以前は、特別教育活動と呼んでいた。特に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の小学部、中学部、高等部の過程における特別活動は、教科外活動のうち、道徳の時間や、 総合的な学習の時間、外国語活動を除いて、各学校が正規の教育課程として実施する活動とされている。これらの過程では、特別活動として必ず実施しなければならない事項が、学習指導要領に定められている。なお、高等専門学校でも特別活動が行われる。特別支援学校では、教科外活動を領域と呼んでおり、 特別活動そのものはこの領域の中に包括される。ただし、特別活動自体は、教科、領域を合わせた指導に包括されることはない。明治時代前期から、各学校では、修学旅行や運動会などの学校行事が独自に企画され、その教育的な意義が認められていた。また、運動部などの部活動の設置とともに、学校内の自治会的な活動も、 盛んになっていった。1945年の第二次世界大戦降伏後には学習指導要領が試案という形で発表された。当時は自由研究という教科が通常の教科で学習したことを有機的に発展させて学ぶ時間として想定され、この教科、自由研究が現代の特別活動の原型になったと言われている。しかし、教科、 自由研究については理解が進まず、また現場における適切な実施も困難であったため、直後の学習指導要領の改正時に廃止され、小学校では教科以外の活動に、高等学校では特別教育活動に再編された。この後、初めて文部省告示とされて、順位法令的な性質となった1958年告示の学習指導要領では、 小学校、中学校、高等学校を通じて特別教育活動に名称を統一した。その後、1968年から1970年に告示された学習指導要領では、それまで包括されなかった学校行事を統合し、名称を特別活動に変更した。学習指導要領によれば、特別活動の目標は次の通りである。 このうち、4と5は、主に中学校、高等学校、中等教育学校などの中等教育における目標である。望ましい集団活動を通して、心身の調和の取れた発達と個性の伸長を図ること。集団の一員としての自覚を深めること。協力してより良い生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てること。 人間としてのあり方生き方についての自覚を深めること。自己を生かす能力を養うこと。特別活動は次の領域によって構成されている。かつては中等教育にもクラブ活動が設けられていたが、2002年から2003年志向の学習指導要領から廃止された。ありがとうございます。